はい、こんにちは。今回もポケモンバトルやっていきたいと思います。アーさんよろしくお願いします。相手は1440の方ですね。うわー、順伝多いなー。前回の動画で結構いろいろ種族値とか見てないのに潜るなとか結構言われたんで、まあ結構いろいろ見てきましたね。まあ大体どんなポケモンがどんな種族値を持っててどんなやつかなっていうのはまあ大体わかりましたね。あと今回はまあ1体ちょっと厳選が無理だったんで持ってきませんでしたね。はい、初手はニャオビーが来そうかな。猫なんとかからしてきそうな気がするんでバンバドローが行きますね。バンバドローで、キューコンはそんなに刺さってないかな。そうですね。カプテテフでいいですかね。で、クワガノンかなぁ、クワガノンかなぁ。いやー、クワガノンはちょっと右下の虫岩タイプだったんで多分、岩が一貫、あ、いや大丈夫か。バンバドロでどうにかなりますかね。はい。服装は、ちょっと今日結構カツカツで時間なかったんで、買えませんでしたね。まあ明日には買えます。まあじゃあ明日はみんなでファッション祭典でもしましょう。フローチェ。こいつも、あれですよね。なんか、めちゃくちゃ、神耐久に、なんか A か C がどっちか高かったやつでしたよね。ヘビーボンバーでいいかな。タスキ持ちかな。レイビー、あ、いや、大丈夫。OK。まあ、直気持ちなんで。さすがに硬いですね。まあ、もうちょっと環境が分かってきたら、調整していこうかなと思います。一撃、急所。多分、いやー、さすがに関係あるかな。神耐久って言っても、いや、どうだろうな。死んだかもしれない。なんかめちゃくちゃ低かったんですよね、本当に。カプテテフ。サイコメーカー。こいつは本当に、めちゃくちゃ強いポケモンですね。現状一番強い。いや、あの3匹かな。3匹じゃないわ。カプ系で一番、強いかなって感じるんですけど、あとそうですね、もう今回フェアリーが多いんで本当に鋼が必須って言っても過言ではないかなって感じですね。まあ相手の方旅場っぽいですね。ちょっと潜っても旅場とかしかいないんですよね、もう本当に。まあこいつは自信でいいかな。あ、そうですね、次何あれ育成しようかなって悩んでるんで、まあなんか良ければなんだろう、作ってほしいポケモンとかいれば、書いてくれれば嬉しいですね。ここはどうしましょうか。死んだな。画面見てなかったけどちょっとやばくねえか。耐えるかな。カプテテフ結構 B が低いんで、しかもちょっと厳選をね、効果なし。ムーンフォで死なないかな。気合玉、いや、ムーンフォで死ぬかな。玉落ちなんで多分倒せるんじゃないかな。 OK、 いい火力。やっぱり強いですね、こいつ。まあ、C ブッパなんで、まあ、火力も、C ブッパで、まあ、種族値も135ぐらいあったかな、確か。まあでも、どうだろうな、次育成するポケモンは、水か鋼かな。ちょっと炎に薄いと思ってるんですよね。まあ今日結構時間かかったのが、もうレベル上げがめんどくさいんですよね、結構。全然レベル上がらないですね。ポケモンリーグめっちゃ行きましたね。ね。あと、まだ
旅をしている方は、幸せ卵をゲットできる、するために、図鑑を、埋めるために、100匹捕まえた方がいいですね。図鑑埋めるために100匹捕まえたら、幸せ卵もらえるんで、博士からね。で、それを必ずと言っていいぐらいゲットした方がいいですね。結構幸せ卵をゲットするために結構困ってるんで、まあ、ミラクル交換とかしてったら、まあ、埋まっていくんで大丈夫かな。いましたね、左下。あの、メガチャーレムみたいなやつ。ちょっと名前忘れましたが。こいつ、タイプ知らなかったんですよ、昨日は。ノーマルだと思ってたんで、見た目的に。ノーマルかなって思っちゃいましたね。ここはバンバトルから入っていっていいかな。あー、でもペリッパーが重いな。うわ、ペリッパー重いな。勝てるやついないな。いや、キューコンから入ります。いや、ペリッパー、クワガノも暴風で死ぬ。いや、違うな。クワガノは耐えますね。こいつ電気だったな。ちょっとガバガバですね、本当に。キューコンから入っていいかな。クワガノンでいいかな、ラストは。ちょっとエンニュートが怖いですけど、これでいいかな。キューコンは、タスキを出してますね。まあ、多分、控えめで結構耐久調整とかした方がいいと思うんですけど、あんまり環境でなんか耐えるとかあんまりよくやってないんで、やってないっていうかまだちょっと分かってないんで、まあ、ブッパにしてますね、一応。かわいい。ミッキュー。こいつのミッキーの特性で、まあ皆さんご存知かと思いますけど、まあ身代わりみたいなことをできるんですよ。なんだったっけな。化けの皮か。化けの皮で何でも攻撃を一回防げるっていう技があるんで、まあそれと剣の舞を合わせた、まあ、コンボではないですけど、まあそんな感じのやつが来そうかなって感じですね。ん？あ、出ましたね。どうしましょうか。あ、死んだ。あれ？そう、さすがに耐えると思ったんですけど、キューコンめっちゃ死そんな高くないんで、エンニューとバンバドルを投げます。こいつは炎毒だったと思うんで、まあ、キューコンが不利ってことで、こいつを投げますね。Z 技。キューコンでよかったな。パワーまとって。あ、毒ならまあ OK かな。ちょっと炎技来そうかなと思ったんで、ちょっと焦りましたね。これは全然、まあ、耐えますね。思った以上に耐えましたね。持久力。これが強いですよね、ほんと。バンバドル硬い。やっぱり直気が一番、まあなんかザ直気みたいなポケモンですよね。見た目的にも。まあ自信打って、まあ終わりかな。まあこれはまあ、あ、引っ込めた。引っ込めてきたか。まあ、そうですね。引っ込みますよね。まあ言うことがないんで、向こうからしたら。ここの、まあ、聞いてもらえばわかるんですけど、ここですね。かわいいですね。まあ、これでタスキも、まあ、タスキもないと思うんですけど、あ、どうやろう？意外と使うのかな？タスキも。まあ、ヘビーボンバーで終わりですね。まあ、ミミッキは、どうあがいても、きついものがありますよね。こいつ、不意打ち覚えるのかな？覚えたら結構、ああ、でもそうだな。不意打ちも弱体化したしな。結構痛いですよね、銃。銃下がるのに威力が。いや、バンバドロ強いですね。いや、次何育成しようかな。ほんとワクワクしますよね、これ。XY の時もこういう環境の方が好きだったんで。やっぱりなんか進歩系、
使ってると本当に楽しいですね。ベノムショック。ああ、そうだ、あと、動画タイトル、どうしようかなと思ってるんですけどね。いや、あのままにしようかな、か、まあ、変えようかなって、ちょっと、適当につけちゃったんで、タイトルは。まあ、募集してますね。一応。ちょっと、いや、ひどいな、なんかさっきか試合が。どうだろう。上げていいのかな、本当に。全部なんか、一瞬で終わる試合が多いですね。まあ、もうちょっとしたら、いい試合もできるんじゃないかなって思うんで。まあ、レート上がれば、まあ、相対的に相手の方も強くなるんで、いい勝負ができるかなって感じですね。はい。じゃあ、今回はまあ、これくらいにして終わります。ご視聴の方ありがとうございました。